マリアンヌ・アンデルセンは、ノルウェーのドランメン出身のオリエンテーリング選手。世界選手権とヨーロッパ選手権での獲得メダル数、合計は13にも及び、また、国内選手権も9度制しているノルウェーを代表する選手である。彼女は、世界選手権において、金メダルを1度、銀メダルを7度、そして、銅メダルを2度ほど獲得している。その唯一の金メダルは2009年リレー種目でのものである。また同時に、ヨーロッパ選手権では、銀メダルを3度獲得しており、うち1度は2004年に、リレー種目で獲得している。その功績に対し、2006年には、ブスケルーケンのスポーツ選手に対する優秀賞が与えられ、2007年には国内のスポーツ大賞にノミネートしている。アンデルセンはワールドカップにおいて2006年、フランスはオーベルニュでのレースで1勝を挙げている。また2005年から2009年にかけて2位は11度、3位は4度経験している。総合成績としては2006年と2009年に、総合2位となっている。前述の通り、アンデルセンは、ノルウェー選手権で9度の優勝を果たしており、また銀メダルは3度、銅メダルは4度獲得している。ありがとうございます。